ずっと猪熊さんの絵を歴代ずっと待ち受けにしてて、今回自分の写真で壁を撮ってすごい嬉しいです。トラックのフォルとかをリサイクルした、バッグとか、あとウォレットとか、こんにちは、商品チームのひなです。今日は私のカバンの中身を紹介します。サンローランの革のカバン、ちょっといいものなんですけど、これ私が入社した時、もう今8年目だからそのくらいに母のお下がりでもらったもので、ずっとその時から使ってて、もうよく見るともうこの黒の色がちょっと剥げて、もうピカピカ、当初よりピカピカに、油も馴染んでピカピカになってクタクタになって、汚いの狭間にいる味と汚いの狭間にいるくらい使い込んでる革のリュックです。シンプルなキルティングだけどなんか可愛いなと思って2年くらい使ってます。で、この中に入ってるのはほぼ日手帳、私はデイフリーを使ってます。デイフリーっていうのは日付とか特に書いてないもので、いつでもこうメモ、気づいたこととかその日の打ち合わせの内容とかもバーッと自由に書けるので気に入ってて、デイフリーを使ってます。で、あとはこれもほぼ日で買ったんですけど、ソウルライターのクリアファイル、綺麗に整頓できるように心がけてます。なんかおしゃれだし気分上がる、かわいいと思って買ってます。あとは紙の紙見本、商品作る時のパッケージとかお手紙とかで紙のことも見たりするので、特殊ペーパーの見本をこういう風に見れるように持ってます。で、あとはこれも意外と仕事道具で、ただのフィギュアじゃないんですよ、メジャーになってます。私は洋服関連の仕事もするんですけど、なんか腕回りどのくらい大きくしようって時とかにこのふざけたメジャーを使ってやったりします。何それって、外部の方と話の種にもなるし、結構気に入ってて、こうベロもこうって。これはジミー大西さんの展示に行った時に買った一筆箋なんですけど、おしゃれで可愛い。名刺入れも赤い革のものをずっと4年くらい使ってます。これはお財布、カクマのお財布、ミニ財布で手のひらサイズのちっちゃいお財布をずっと探してて、担当のブランドのものなんですけど便利です。革物なのでやっぱ手に馴染むとツヤツヤ、革を育てるのが好きなんだなって最近気づきました。これはね、日傘と雨傘兼用のミニ傘、ちっちゃいけどちゃんと軽くていいです。これはエコバッグ。へー、あ、すごい。そう、結構かわいい。 そこになるんです。そう、街があるエコバッグ、結構嬉しくて、珍しい。コンパクトでかわいくておしゃれ。これもいただき物なんですけど、これはね、トーガっていうブランドのもの。コピックを持ってきてます。コピックっていうのは色ペンなんですけど、今日は YouTube の撮影で絵を描く仕事があるので家からこれ持ってきました。バックインバッグみたいな感じで、このちっちゃい巾着袋を入れて、最低限こう入れて取材に行くみたいなことをしたりしてます。これちっちゃいのに結構よく入って、私はパソコンがいらない時はもうこれ1個で出社して、え、そんな荷物で会社来てんのみたいに言われたりするくらいよく入る巾着です。いろんなものが入ってる、化粧ポーチみたいな、ハンカチとかティッシュとか必要なものがたくさん入ってます。いつも最低限持ち歩いてる化粧品は替えのコンタクト、なんかあった時用に。コンタクトは意外と私はカラコン使ってます。自然なカラコン、レビアのメルティベアっていう、今もしてるんですけどあんまり
なんか捨てる感がない、でもちょっと漏れるクラコンと、最近持ってるのはこのミニサイズのチルティル、ピルティルっていう化粧直しできるファンデーションと、あとドムアンドの自然で取れ薄付きだけど取れないし、ご飯食べた後もずっとついてるからもう大好きで、2本目たくさん使ってます。これは紐付きの携帯ケース、普通に Amazon で1000円くらいで買ったのがすごい使い勝手良くて、もうずっと使ってます。猪熊源一郎さんっていう作家さんが私大好きで、この間丸亀に旅行行った時にその美術館に行って、その壁がこれで、それを写真撮って待ち受けにしてます。めちゃくちゃ良かった。私はもうずっと猪熊さんの絵を歴代ずっと待ち受けにしてて、今回自分の写真で壁を撮ってすごい嬉しいですこんな感じです。ありがとうございます。渋谷と申します。私は商品事業部に所属してまして、担当商品としてはシンクーというあの化粧品のブランドと、あとは三国マリコさんと一緒に作っているミクニッツ、マリコミクニなどなど、そういったニット系のブランドを担当しています。ヴィンテージ の, あのミリタリーのヘルメットバッグというタイプのバッグに、あの後からプリントを施してあるものです。でヘルメットバッグって、あの軍隊の方々 の, あのヘルメットとか、そういったあの必要なものを持ち運ぶようなアイテムだと思うので、結構しっかりしてて、あのたくさん荷物を入れてもあの頑丈なところが気に入ってます。中にも結構ポケットがあって、ここにあの縦長の深いポケットがあるので、あのドリンクボトル入れたりとか、あとなくしやすい鍵とか入れるのとかに割と使ってます。これはキーリングですね。あの家の鍵とかをつけてるんですけれども、このリンゴの形のカラビナがなかなかないもので、もう10年以上つけてる気がするんですけど、お気に入りでずっとこれです。これがですね、あの笛なんです。東日本大震災の後にちょっと災害についてやっぱり学ぶこと皆さんも結構あったかなと思うんですけれども、やっぱりあの緊急時に笛があると助けを呼びやすいぞというものも私は学びまして、でそれでいつも身につけるようにしてます。幸いあのまだ使ったことはないんですけれど、万一の時にはこれを吹いて助けを呼びたいなと思ってます。これはですね、エコバッグなんですけれども、常にエコバッグは持ち歩いてます。これもアウトドアブランドのもので、すごく薄くて軽いんですけれども、よく広げるとこれぐらい、かわいい、たっぷり入りますし丈夫なので、結構私取材とか打ち合わせで、うん、あの物を運ぶこと多いんですけれども、やっぱり商品とかってあの自分のものと一緒にしたくないなと思うので、うん、そういう時にもこれに入れて別で持ってます、うんうん。私はあの本を読むのが好きでして、いつもカバンに本が入ってるんですけれども、大体こういう文庫本を持ち歩いてます。今はですね、あの武田由里子さんっていう作家さんの富士日記っていう、あの富士山の麓に山荘をお持ちだった方なんですけれども、そこであのどんなことがあったかっていう日記を、すごく楽しい本になってます。お財布です。これはあのフライターグっていうトラックのポロとかをリサイクルした、バッグとか、あとウォレットとか、そういった小物を作ってるブランドなんですけれども、お財布がどうしてもどんどんボロボロになっていくのがすごく汚くなるの嫌だなと思っていて、でライターグさんのだったらもともと傷があったりとかそういうものなので気にせず使えるだろうと思ってこれにしたんですけれども、その時の直感は大正解で、もう数年経ってるんですけれども嫌にならず、楽しくずっと使えてます。
これ自分で担当しているミクニッツっていうブランドから今年出したレザーのポーチなんですけど、テンペアさんっていうバッグのブランドとコラボを何年もしてるんですけれども、私はこのレザーポーチを一緒に作っていただきました。なんかこれ英語の絵本から取ったもので、羊の鳴き声をその絵本ではバーバーバーって表現してて、おすすめポーチとして使ってまして、チンクーのザファイブというバームスティックをいつも持ち歩いてます。これが今日は4本持ってるんですけど、すごいお化粧直しに便利で、こうコンパクトなんですけど、コンシーラー、あとハイライト、これは欲しいところにシュッとダイレクトにつけられるのですごく便利です。赤い色が印象的なシンクっていうお色と、あとこれはグレーっぽいブラウンのシェードですね。もうこの2色は組み合わせてアイシャドウにしたりとか、リップとかチークとか、あとは眉毛とか組み合わせ次第でどんな風にも使えるので、本当にこれだけ持っておくと出先でのお化粧の仕方がすごく便利になるなと思います。ちょっと大きいポーチなんですけれども、私はですねサウナに行くのが好きで、今日も行こうかなって思ってるんですけど、なのでシャンプーから化粧水までいろいろ持ち歩いてます。でこちらは無印良品で買いました。無印なんだ。ハンカチの代わりに手ぬぐいをいつも持ち歩いてまして、これも仕事でお世話になってるコウさんっていう東神田にあるボタン屋さんが手ぬぐいを作ってらっしゃいまして、でいただいたものになります。これは人がボタンを持って可愛い踊っている、すごい可愛いです。なんか手ぬぐいってやっぱり大きい分、柄が愉快なものが多くて、それも魅力的ですし、薄くてでも吸水力があって、で乾きやすくて、その機能性も気に入っていつも持ってます。最後は、ドリンクボトルですね。打ち合わせをするときとかも常にお水を持っていたいタイプなので、こう持ち歩きやすい蓋付きのボトルを会社でも使ってます。でこれがナルデンっていうアメリカのブランドなんですけど、最近ちょっとロゴとかデザインがリニューアルしてしまいまして、すごいシンプルなデザインになっちゃったんですけど、私はちょっとこの色が入ってる、なんだろう、アメリカらしい元気な感じが好きだったので、廃盤になる前に買い占めて家に10個ぐらいの服があります。もうしばらく、ずっとこれがいいなと思って。めっちゃ可愛い。可愛いよね。そうなんです、可愛い。こちらです。怠け者です。怠け者の赤ちゃんかな、うん、私は怠け者が動物の中で割と好きなもの上位なんですけれども、感覚なんですけど、なんかこれにしてると割と運が良くなるというか、割とラッキーなことが多いような気がして、やっぱりなんかこれに戻ってきてしまいます。はい、以上私のカバンの中身のご紹介でした。ありがとうございます。